はい、こんにちは、酒井です。突然ですがね、皆さんに質問です。皆さんは動画の BGM とか SE はどこでダウンロードしたものを使っていますか？その音楽や SE は安全ですか？っていうことなんですよ、ね、今回は音楽の著作権侵害によって広告収益が入らなかったりとか YouTube のアカウントが停止または削除されてしまうケースっていうのをご紹介します。これね、他人事じゃなくて誰にでも起こり得る問題なので、ぜひね、最後までご覧ください。今回は2つのケースをご紹介していきます。まず1つ目はですね、音楽の著作権フリーの期間を超えて利用してしまった場合っていうケースなんですよ。皆さんは著作権フリーの音楽を使われている方多いと思います。著作権フリー音楽っていうキーワードで検索すれば、いろんな著作権フリーの音楽サイト、まあ、ダウンロードできるサイトが出てきますし、バリエーションもね、本当に豊かです。で、ほとんどの動画は基本的に、まあ、ダウンロードしたらちゃんとルールを守れば永久的に使っていいですよっていうものなんですけど、中には自由に使っていい期間が決まっている曲があったりするんですよ。ある YouTuber の方が海外の音楽サイト、まあ、著作権フリーのダウンロードの音楽サイトで、あ、いい曲見つけた、これはね、すごくいい曲だと思って、まあ、著作権フリーっていう記載があったので何の疑いもなくダウンロードして、それを自分の動画のオープニングとしてずっと使ったんですよ、ね、でも実はこの音楽、この著作権者であるアーティストが使用期限っていうのを決めていたんですよ。で、それをこの YouTuber さんは、まあ、よく読まずにっていうか、ちょっと見落としていてダウンロードして使ってしまったんですよね。で、ある日突然自分のチャンネルのほとんどの動画が著作権侵害の申し立てを受けましたね、で、本人は何のことか分からなくて、しかも著作権侵害の動画の量が多かったので解決できないとアカウント削除とかアカウント停止の危険まであったんですよ。最終的にはこの YouTuber さんの所属している YouTube 事務所の方が、まあ、この著作権者と YouTube の間に入ってくれて、まあ、解決したっていうふうに聞いています。なので、この著作権フリーの音楽をダウンロードするときにはこの使用期間ですね、この期間が書いてある場合がありますので、ここも注意してね、チェックしてみてください。で、ダウンロードしたときは、まあ、どこからダウンロードしたものかっていうのをメモするなり、動画の説明欄に記載しておくと、もしね、著作権侵害で万が一申し立てを受けた時でも、まあ、どこからダウンロードしてどんなルールだったっけっていうのを確認しやすくなりますので、ぜひね、メモするようにしておいてください。そしてもう一つの事例が著作権詐欺団体による申し立てです。これはね、動画集客チャンネルの視聴者である YouTube チャンネルジャパニーズキッズソングスさんが実際に体験したことっていうのをご紹介していきます。ジャパニーズキッズソングスさんは主に日本の童謡とかキッズソングなどをアニメ付きで投稿しているチャンネルなんですよ、ね、で、ある日合唱曲の旅立ちの日にっていう曲を、まあ、依頼があって合唱の練習用に、まあ、ソプラノパート、アルトパート、そしてハモリパート3本の動画を同時にアップしたんですよね。で、ところがその3本ともに著作権侵害の申し立てが来て、収益化ができませんっていうね、メッセージが来たんですよ。で、しかも同じ曲のはずなのに主張してきた、著作権侵害を主張してきた団体は全部別の団体だったんですよ。で、ジャパニーズキッズソングスさんっていうのはやっぱり音楽に関する動画アップしているので、著作権に関しては特に注意して動画を作ってきたんですよ。そのおかげもあってこれまで収益化できないってことはなかったんですね。ちゃんと著作権が大丈夫な曲だけを使って、自分で演奏したりとか、まあ、自分で映像作ったりなどして、できるだけ著作権の侵害にならないような動画を使って、まあ、収益化っていうのをしてきたんですよね。もちろん今回使用した曲、旅立ちの日にっていうこの曲もしっかり事前に確認して、作詞者作曲者が権利を譲渡してジャスラックが 100% 著作権を管理している楽曲なんですよ。なのにこの曲、同じ曲なのにアルトソプラノハモリというこの同じ曲を3つに分けた曲、この3本を別々の団体から権利を主張されたので、これはちょっとおかしいなと、ジャスラック以外の団体から主張されたのでこれはおかしいなと思って異議申し立てを行うことにしました。で、 YouTube に行った申し立ての内容はね、こういったものです。私の動画は第三者が作曲した作品ですが、私自らがピアノ伴奏し歌っているものです。また著作権は 100% ジャスラックで管理されているものであり、ステータスはカバーソングとして収益受け取りの対象となっています。主張を取り下げていただけませんでしょうか。ね、このような内容を日本語、英語の両方を記載して申請しました。ね、そっからね、だいたい1ヶ月くらいしたら、著作権者って名乗る団体からの主張は取り下げられて、無事に収益化が可能となりました。こうやってね、著作権を主張した団体をネットで調べてみると詐欺団体ってことが分かったんですけども、こういう事例はね、実は結構あって、中にはどうすればいいか分からずこう慌ててしまって、ついつい動画をね、泣く泣く削除してしまう人も実は多かったりするんですよ。で、こういう時でも音楽の著作権とか使用範囲について知っておくと正しい判断ができます。
今回のジャパニーズキッズソングさんの事例はですね、本人がブログで詳細に説明してくれているので、ぜひね、説明欄にそのブログのリンク貼っておきますので、そちらもね、必ずお読みください。で、こういうね、音楽著作権のトラブルに合わない方法が実はね、一つだけあるんですよ。ね。それは、YouTube オーディオライブラリーの音楽を使うっていうことなんですよ。これは YouTube の人も言ってました。音楽の著作権は本当に難しいし、音楽によっては作曲者と作詞者と、あとは音楽レーベルのこの3つがそれぞれ権利を持ってたりするんですよ。ね。で、短い時間なら使っても OK とかいうことを言う人もいますけど、実は音楽で言えばそうでもないんですよ。それは著作権者によって変わります。著作権者によっては1秒も使っちゃダメだとか、著作権者によっては3秒から4秒 OK とかいう人もいたりするので、本当にね、音楽の著作権って曲によってバラバラなんですよ。だから YouTube がしっかり管理をしている安全なオーディオライブラリーを使うことで、こういった危険っていうのはね、ぐっと減らすことができます。あとは音楽を買うとか、あと月額いくらで音楽をダウンロードできますっていうようなサービスを利用して、まあお金と引き換えに音楽を使用するっていう方法も結構安全だったりします。もしね、著作権侵害のトラブルとかにあったとしても、そのサービスの担当者が窓口になってくれますからね。やはり著作権フリーっていう音楽は、まあ、著作権フリーで、まあ、自由に使えるっていう反面、ちょっとそういった危険っていうのもはらんでいるので、ちょっとね、そこを注意してもらえればなと思います。まあ、今回の動画をきっかけに、自分の使っている音楽に対しても注意するようにしてみてください。中には、動画の編集を外注している人もいると思うんですよ。そういう場合は、必ず編集の方に、音楽の著作権については大丈夫かどうかっていうのを確認するようにしてみてください。編集者にその音楽著作権に関する知識がないと、せっかく作った動画すべてが著作権侵害で訴えられて、収益化の停止とかアカウント削除なんてことも起こり得ます。なので編集を依頼するときなんかは、そこの確認とか契約書なんかを交わしておくといいですよね。で、今回は音楽の著作権でしたけど、著作権は画像にも動画にも全部にあります。人の作った作品を許可なく使うのは YouTuber にとって危険以外の何者でもありません。しっかりとそこを守りながら YouTube を楽しんで使っていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Have a nice movie!